ねえねえ、ラピュタじゃん。ジブリで伝説といえばさ、千と千尋ですよ。ですね。2日目です。おはようございます。おはようございます。現在朝の9時半でございます。2つ観光スポットに行くので、まず倉ヶ池公園というところに行きます。なんかめっちゃでかいらしいよ。でかい公園？そう、めっちゃ巨大なアスレチックがあったりとか、あとのあれスノーピークのキャンプ場があったりとか、テーマパークとかじゃないの？あくまで公園？そう、公園だけど、なんか、なんていうの？ヤギとかもいるし。あー、いいね。そうさあ、ここにまず行って体を動かそうかなと。あー、一旦動かさないとだよね。むくみを排出しよう。あー、じゃあむくんでないよ。やばいんだけど、パンパンじゃない？全然だよ。こういう道ツーリングとかするの？絶対楽しいよ。ツーリングキャンプしたい。免許持ってない？持ってる？バイクの。もういや、あれしか乗れない。原付？ねえ、かわいい。無料って書いてる。わあ、暖かい。ちょっと寒かったからね。わあ、なんかさ、ナウシカの地下室みたい。わかる。めっちゃ映えじゃん。映えるよ。ハイビスカス。ハイビスカスっていう沖縄味以外のものなんだ。愛知に来れば見れる。綺麗に整備されたところもいいね。わかる。したいね。ここにテント張りたいね。ここにやった方が。あ、こっちの方がなんかお花っぽい。うわ、ねえねえ、ラピュタじゃん。あ、本当だ。ラピュタなんだけど。ラピュタだ。ラピュタの庭園みたいだよね。ぽい。君たちはどう生きるかのさ、ここは天国ですかって言ってたところわかる。ちょっともう薄らぎ。嘘。めっちゃ似てる。料理用バナナですか。どうやって生えてくるんだろう。すごい。バナナの木庭に埋めた。めっちゃ面白くない？なんてバナナの木。これバナナの木でしょ。これバナナの木。バナナの木。だよね。何？ちょっと待って待って何この子。いやー、これは面白かったね。なんか大人も楽しいわ、これは。すごいよ、なんか。ね。今からアドベンチャーをします。なんかこんなちゃんとできるの初めてなんだけど。わかる。着地失敗して、宙吊りになっちゃう場合があるんですけど。スタッフがすぐに助けに行きます。いってらっしゃい。怖い？怖いかも。一方で恐怖症なんだよ。思ってるより高いし。揺れるよ。怖い。怖い。めっちゃ怖いんだけど。いける。すごい。ちょっと怖いね。怖いよね。でも楽しい。めっちゃ怖いんですけど。嘘でしょ、マジ。3、2、1、頑張れ。ナイスファイト。うわー、へっこむね。うわー、すごい。太田優衣選手、ジップライン行きます。頑張れ、ゆいちゃん。でも私もこれは怖いかも。ねえ、やめよ。その話やめよ。下見たら落ちたら本当に大丈夫。助けに行くから。
うん。怖いよ。え、怖いかも。なんかすごい軽い気持ち。でもいけるかも。本当？いける気持ちになってきたかも。しゃがんだら？絶対大丈夫。落ちないよ、絶対。ハーネス。うん。いけるかも。いける？うん。いってらっしゃい。いけます。はい。いやー！早い。早いでしょ。応援してくれてる。ありがとうございます。もうやだ。3、2、1で行く？行かない。行かないんだ。自分のタイミングで行こう。怖い。大丈夫大丈夫。行きます。せーの。いやみたいなスポット。じゃーん。電車でーす。旧車両ってことですか？最近知ってます。へえ。もうさ、ジブリで電車といえばさ、うん、千と千尋ですよ。ですね。すごい。木の床だ。え、結構ジブリ味？すごいね。ま、すごい。もぎってさ、うん、なんか黒い人がくれるやつだよね。ね、こんな感じだったんだ前電車って。ね、横に川の敷いたらもう千尋じゃん。だよね。あれ湯婆婆のところに行くんだっけ？ゼニーバ。あ、ゼニーバだ、すいません。あれ合ってる？合ってる。どこか遠くへな。見てる。え、カンガさん、黒と白がいる。かわいい。すごい動物近いですね。すごい、見てよ、すぐそこにいるよ、ほら。え、来た来た来た、リュウちゃん。ほら、来たよ。誰が？後ろ後ろ。おい、名前あります？この子はエーデルワイス。エーデルワイス。かわいい名前。この子が食べるので。え、かわいい。え、かわいい。かわいすぎません？かわいすぎる。走ってる。え、なにこれ、かわいすぎるんだけど。横に聞かせていただきますね。どうぞ。かわいいんだけど。おとなしいですね。いいですか、触って。気持ちいい。かわいい。ハムスターみたいな顔してる。寒いね。わし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 。かわいい。テンションが上がるリオシ。初めて来たスノーピークのショップ。あ、そう、うん、サービゼロ。マジ美味しい。めっちゃ美味しい。ランチ、ランチとフレンチと。わあ、美味しそうですよ、ね、これ。うまい？うん、うん、お次はどこへ行くのですか？次は最後のスポットに行きます。旅の思い出をね、紙に残そうと思いまして、和紙の紙すき体験に行きます。紙すき体験？自分で和紙を作るっていうか、市役所の方が最後に思い出残すのにめっちゃいいと思いますみたいな。へえ。ここで最後締めで終わりです。えー、寂しい。ね、もうずっと痛いよね。痛い。もう一回したいんだけど。マジで。ちょっと寂しい。
私なんかちょっと。ありがとうございます。これなんですか？これが今から和紙になる材料です。何が入ってるんですか？これが、主に2つのものでできているんですけど、1つがこちらの構造と言います。あ、さっきのやつだ。あと、わ、ゆったりしてる。へぇ、とろろ青味と、とろろ、とろろ、あの、美味しいとろろ、私も思うと思うんですけど、この仲間ではなくて、の仲間で、アロエ、とろろ、アジソ、アジサイ、大根、オクラ、あ、大根。おー、よくわかったね。うわ、すごい。すごいスライムみたい。この辺です。うわ、紙っぽい、はい、紙をすくときに特に綺麗に透ける部分になってます。では、参ります。一気にですね。はい、結構たっぷりですね。思い切りが大事だから。おお、え、かわいい。え、かわいい。かわいいよね。うん、キラキラをかけて。キラ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 大好きだね。私たちキラキラにして。お、完成。これとかもいいんですか？広め、せーの。うわ、綺麗。かわいい。すごいね。すごい。わー、かわいいな。すごい。綺麗。素晴らしい。ありがとうございます。はい、というわけでトヨタ観光終わりました。イエーイ。楽しすぎ。いや、楽しすぎたね。ちょっとやばいかも。私めっちゃ好きな街になっちゃった。いや、わかる。てか人が優しすぎる。マジで行ってほしいね。うん、行ってほしい。全部ちゃんと楽しかったです。聞いたところによるとね、ジブリパークからシャトルバスが出てるらしくって、新豊田駅っていうところがあるんですけど、そこまでシャトルバスで行けるみたいなので、うん、なんかアクセス的にもジブリパークから結構ね、うん、便利だと思うんですよ。だからまあ本当1泊2日のジブリパークの旅として、うん、ちょっとトヨタ観光やってみてほしいね。いい。詳しい情報は概要欄にあるので、はい、見てみてください。いや、楽しかった。ありがとう、誘ってくれて。ありがとう。マジでりゅうちゃんと行けてよかった。いや、私もだよ。もう幸せすぎた、ずっと。幸せだったね。うん、というわけで、楽しかったな、いいなと思ってくださった方、グッドボタン、またチャンネル登録もよろしくお願いします。りゅうちゃんのね、チャンネルも楽しくて、キャンプいっぱいやってますので、よかったら見てください。見てください。というわけで、また次回の動画で元気にお会いしましょう。それでは、またねー。またねー。しかもトヨタ駅からもシャトルバスで、今うちらが行ったところも出てるんだよね。そうだね。